公益は、李氏朝鮮末期から大韓帝国期の政治家。現在の大韓民国では、公実国族、日野と羊七族及び新日派の一人とされている。同治五年に、福塚斎三になり、公所二年の日朝修好条規締結後は、随行員の一人として、日本の文物制度を見分し、開花派に属することとなる。帰国後、日本の発展した姿を知って、 元山校が開校されて通商校になると、事務官処理になり大きな功績を立てた。校所7年には、新支有ラン団の随行員として再度日本へ渡った。翌校所8年には、日本校誌、花房義室の佐備え役官になって、その後も徴用され、二川疎開確定の事務を担当し、参議交渉通商事務、参議内務富士なども務めた。 高所10年の更新政変以降は、官定、作安氏、茅やなどの軍主職をたらい回しにされるという浮き目にあい、任期満了後に辞職して、一時は官挙のみとなったが、翌高所11年以後は、危機局方便を務めた。高所20年の交互改革の際には、内部参議、学務が門参議、農商が門教弁を務めた。開国504年には、中日特命全権講使となり、 兼用元年には、農商工部教鞭、外部教鞭となり、独立協会の発起人として参加した。工部3年には、半ン不満儀、三竹7年には再び中日特命全権行使となり、託師部教鞭、中枢院参議などを経て、三竹8年には、公会堂観察し、三竹9年には、提出会計審査局長、経理院教となった。 後部11年に成立した、李寛用内閣では、タクシブ大臣となり、伊藤博文が、ハーグ密使事件を理由に、構想の上位を強要した際は、積極的な反対活動を行った。その後は、法部大臣を経て、劉博氏3年には、内部大臣臨時勝利、タクシブ大臣になり、第三次日韓協約及び日韓併合条約に署名し、 1910年10月16日には、朝鮮貴族として死者区に列せられ、朝鮮総督府中水院の顧問を務めた。公益2002年に民族の正規を立てる国会議員の集いが幸福会と共に発表した新日派708人名簿と2005年に民族問題研究所で、 新日人名辞書に収録するために整理した新日人名辞書収録予定者一時名簿において選定された。また、2006年に日本統治時代初期の新日反民族行為106人名簿が発表された際にも選定された。2007年、新日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法により設置された新日反民族行為者財産調査委員会は、 公益の子孫が保有する土地を国家に帰属させる、議決を行った。ありがとうございます。